これね、撮影帰りの出来事なんですけど、ちょっと見てください。マジで後ろ見てめっちゃ煽ってくんだけど、本当にやばくないですか。ほらほらほら、ありえなくね。めっちゃほらハイビームふざけてるでしょ。この道ね、狭い道なんで40キロ制限なんですよ。まあね、僕も大人だからそんな怒りません。そして汚い言葉も使いません。こういう時は冷静が一番、落ち着くことが大切。なんで煽ってくんの。てか、チェイサーを煽るとはなかなかいい度胸してるなと思いました。皆さんもこうやって煽られた時は、停車して急発進で法律ピンさせながら、まんじきってぶっちぎる妄想をしながら冷静にルームミラーを見ます。コンビニ行きます。コンビニ寄りますか。コンビニ行ってあっちが曲がってくるか曲がってこないか。いやでもマジであまりにパッシングしつこいから、コンビニでちょっと待って話しかけるの待とうと思いました。あ、行った。ハリア、ハリア。まあ実は結構ビビってたんですけどね。終わり。やばいっすね。でもこういう時は冷静に近くのコンビニかどっか寄って警察に電話するのが一番です。